ました。はい。さあ、このイベント限定クロスドラゴンブロンズバージョンを手にするのはどちらでしょうか。準備ができたら、ピンの前のトリックボックスに入ってくださいね。はい、向かって左側が勇気を、そして右側は大陸ですね。さあ、大陸は、大陸は先ほどもね、失敗してしまった自分のリベンジをしてもらいたいと思います。それでは行きましょう。スピアーズカップロングスリーパーズの決勝ラウンド3位決定。スリープ決まってるんじゃないでしょうか。身長に差がありますからね、このストリングの長さがだいぶ違います。この長さの違いが果たしてどこまで結果に結びついてくるのか。おっと、フレームにちょっと回転が弱まってきたか。ちょっと傾いてきたぞ。さあ、まず弱めてると、おっと、ここで双方キャッチ。さあ、この最も高級のこのロングスリーパー、とても奥が深いトリックです。どこまで記録を伸ばすことができるか。高度なトリックが繰り広げられてますね。それではゆうきくんのタイムから発表していきましょう。どうぞ。26秒93。そしてかいりくんのタイムは25秒81ということで、つまりゆうきくんの勝利です。